男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。現頭主である三代男爵、ハーバート・ケイザー初代順男爵サー・チャールズ・ケイザーの、いつサーハーバート・ケイザーは、海運業のオスにして、南ポーツマス選挙区選出の庶民委員議員を務めた、保守党の政治家であった。彼は1924年に連合王国、順男爵くらいの順男爵に助せられた。 ついで1939年には連合王国貴族としてサウサンプトン州ティルニーのロザウィック男爵に少女した。その孫にあたる三代男爵ハーバートは保守党の政治家で1999年の貴族院改革以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。彼は二千十二年に親族の第五代順男爵ーアーサー・ケイザーの死去に伴って 祖祖父、チャールズ由来の順断尺くらいである、パース州ガートモアの順断尺を継承したため、同順断尺位もロザウィック断尺の従属尺位となった。一族の邸宅は、オックスフォード州、チャールブリー近郊に位置する、コーンブリパーク。一族のモットーは、コートセットインパビデー。厳頭種である、第三代ロザウィック断尺ハーバートロビン・ケイザーは、以下の尺位を有する。 法定推定相続人は、元当主の息子、ハーバートロビン・ケーザー閣下。法定推定相続人の法定推定相続人は、その息子であるハーバートロビン・ケーザー。ありがとうございます。